埼玉県東松山市の少々柴崎です。今日は遺産分割協議書がですね、複数ページになった場合のですね、経因、割因の仕方を説明したいと思います。例えばですね、遺産分割協議書を作りまして、相続人全員の実印を押しましたと。で、遺産分割協議書がですね、2ページにまたがった場合ですね、ホチキス、ステプラーで止めてですね、で、そうすると1ページ目と2ページ目のですね、まあ、このつながり一体性をですね、分かるようにするためにですね、こう折り目にですね、相続人全員のですね、実印を押します。まあ、こうページとですね、1ページ目と2ページ目にですね、またがるようにそれぞれのハンコ、実印でこう、ハンコを押す。経因をするということですね。一般的には割因と呼んでる方もいるかもしれないですけど、ページをまたがるようにですね、ハンコを押して、一体性をですね、明らかにするということになります。で、そうするとですね、まあ、これ2枚だからですね、まだこう、1箇所にですね、押せばいいという話になるんですけども、これがですね、遺産分割協議書が3枚以上になった場合ですね、それぞれに、じゃあ、ハンコを押していかなきゃいけないのかという話になります。まあ、例えば、こう、3ページにまたがる遺産分割協議書であると、そうすると全部のですね、ページにハンコを押すのが面倒なので、経因を押すのが面倒なので、製本テープというのをですね、くっつけてですね、そして製本テープとその本体にかかるようにですね、割印、経因を押すというやり方を説明します。まずですね、これ、清和産業のですね、製本テープというやつなんですけど、これ、Amazon で売ってます。リンクをですね、概要欄に貼っておきますけども、Amazon で売ってるやつですね。で、そうするとですね、まあ、遺産分割協議書は、ホチキス、ステプラーで止めましてですね、そしてこの製本テープをですね、こう真ん中で半分に折ると、半分に折りましてですね、でシールを剥がせるようになってますので、まずですね、片方のシールを剥がします。片方を剥がしましてですね、そしてこの遺産分割協議書をですね、真ん中に沿うように置くということですね。真ん中に沿うように置いてですね、そしてこのテープを、製本テープをですね、遺産分割協議書に貼るということになります。こう貼りましたと。そしてひっくり返しましてですね、もう一個こうシールがありますので、このシールをですね、こう剥がしまして、で、裏面の方もですね、同じく製本テープをこの本体にくっつけていくということになります。まあ、これでできたと。で、そしてですね、この製本テープとこの遺産分割協議書本体にですね、かかるようにハンコを押していきます。かかるように押すということですね。相続人全員の押しといた方がよろしいかと思います。で、裏にも同じようにですね、裏にを出してですね、製本テープと本体にかかるようにですね、ハンコを押します。これで完成ですね。で、もう一種類ですね。これはですね、タノメールで買ったですね、製本テープなんですけど、上下にですね、これが蓋がついてるタイプになります。蓋がついてるタイプ。で、まあ、これもですね、真ん中でまず半分に折りまして、こう半分に折ると。そしてですね、まずこうシール、蓋のついてる側のシールをですね、剥がします。そしてですね、またこの折り目のですね、折り目に沿うようにですね、遺産分割協議書を移動しまして、そしてくっつけると遺産分割協議書本体に製本テープをくっつけます。くっつけまして、今度裏にひっくり返してですね、ひっくり返したら上下の蓋のですね、シールを剥がしまして、まずこう上下の蓋をですね、くっつける、折り込むということになります。折り込みます。折り込んだら今度裏側のですね、このシールを貼りまして、そして上下の蓋にかかるようにですね、この
蓋の上にこう貼っていくということになります。貼っていくと、まあ、そうするとですね、ここの部分が蓋がつくということになります。そしてさっきと同じようにですね、製本テープとですね、遺産分割協議書本体にかかるようにですね、相続人全員の実印ですね、実印を押していくということになります。これで完成ということになります。で、まあ、中にはそれぞれですね、中のページごとには判子をしてないんですけども、製本テープでくっつけて中をですね、ページを抜かれないようにした上でですね、こう判子を押す、割印を、掲印を押すということになりました。で、遺産分割協議書がですね、複数ページにまたがった場合のですね、掲印の押し方について解説しました。埼玉県東松山市の司法書士柴崎でした。ご視聴ありがとうございました。